様、ハッピー様。ユキノ、久しぶり。元気だった？はい、おかげさまで。フェアリーテールに回ってた仕事、全部こっちに流れてきたからな。おかげで大繁盛と記憶している。あの、そういうつもりで言ったわけでは。わかってるわよ。それにフェアリーテールは復活するからね。本当ですか？私、楽しみにしている。あんたが泣かなくても。ちょっとあれだったので、ライブラの力を使いました。ようこそ移動神殿オリンピアへ。艦長のソラノ、どうぞ。エンジェル！なんで水着なんだ？海だからって。あんたは全裸になるな。お、諜報員ってまさか。正解だぞ。かつてのオラシオン・セイスが今はジェラールと組んでいるのは知ってるだろう。それで協力を依頼した。なぜコブラにしなかった？あいつにするとまずいことまで聞かれちまうんだ。お前たちと会うのは無限時計の一件以来かな。久しぶりだぞ。ん？あんたが敵にバレて島まで逃げてきたせいで島が消えた。私だって命からがら逃げてきたのよ。お前ほどの魔導士でも。ま、メストにもお前たちにも借りがあるからね。今回だけは手を貸すけど、仲間になったわけじゃないぞ。ありがとう、エンジェル。ソラノ。カレンを殺したのは私。忘れちゃダメだぞ。よせ、ソラノ。はいはい。あの、ところで、これどこに向かってるんですか？地獄か。マカロフのところだぞ。お前、マスターの居場所を突き止めたのか？ふん、見直した？